細野議員の地元で何を語るかが注目されています二階派に入った細野議員の地元にまもなく岸田派のトップ岸田政調会長が入り講演を行います岸田氏は細野元環境大臣が二回入りして以降初めて静岡5区に入り自らの派閥の吉川赳元衆議院議員を応援します やはり岸田会長が来ていただけるというのは非常に私にとっては心ということでありますので細野氏が二階派に入る前から決まっていたという今夜の講演会ですが岸田派内からは二階幹事長にちゃんと釘を刺すべきだという声も上がっています岸田氏はこれまで細野氏や二階派に対して直接的な批判をしてこなかったためこの後の発言が注目されます